うん、全てを手放す。リバイブ。こんにちは。こんにちは。ヤトシです。ユタです。二人合わせて寝起きのヤトシとユタです。さっき起きたばかりだ、確かに。酒を飲んで語り明かして、うん、今起きました。おはようございます。おはようございます。いやね、今日用事あるんでちゃんとお風呂も入って。はい、いました。この後撮影なんですかね、撮影なんですけど、はい、あの、まあ、もう、あと10分ぐらいで家を出るんですけど、はい、なんかあと1個やろうじゃないかな。ということで、2人で、即興で、弾き語りしてみたいな。リバイブハウス。大体もゼクスありきの、そうゼクスと春がやるのが一番いいんだ。やっちゃダメなの。しかも俺よく歌わされるけど別にボーカルじゃないし。まあまあまあ、ということでやってます。いや、まあ、俺はこれやったらちょっと一回寝るんで。寝るの？今回は何をやるの？ラルガンスルのリンク。リンク、リンク大好きだけど意外なとこって。いや俺ハガレン好きだから。あ、俺も好きです。あれシャンバラを見せるものだった。映画の歌じゃん。あ、そうそう、映画の歌確か。まあ、今からね、5分で覚えなきゃいけないから。5分のやばい。あ、ちょっとコード2ていきます。はい、そうです。いけなかったらすみません。ということでやっていく。そうそう。無意識に君の笑顔を探すのはやめられない。何一つ変わらずに今も僕は駆けてゆく。たとえ遥か遠く離れ離れになっても繋がりある想い。いたずら運命が降りかかろうとも終われしない。たとえこの体がいくらも熱くてもいいさ、君に捧ぐならいつか生まれ変わる世界がその前に届くといいな。いいでしょうか。いいです。いいぞ夏目。いいです。いいぞ夏目。以上、ゆうたとやとしでした。ありがとうございました。ありがとうございました。やってください。バイバイ。